はい、どんぐっちゃ。今日はね、紙セットをやっていこうかなと思います。今日は使っていくのは、これね、ギャッツビーのムービングラバー、マルチフォルム。これを使っていきます。これを使っていく。はい。やっていきましょう。ワックスが使う最初だな。これぐらいのワックスで僕は足りる。結構多め。僕は多めなんですよ。ワックスは。じゃないと、無理だから。さあ、飲んだ。行こう。さあ。で、今回も。で、結構ね、僕の紙セットは大胆だから。割ってやろうか。安いよね、視聴者さん的にも。アップダウンするときってドライヤー使った方がいいよって言うんですけども、僕そういうの気にしない。めんどくさいからドライヤー使うのか。とりあえず適当にこうワックスとなしつけてみましょうか。結構肩凝る。これ去年もこんなことやってるからね。本当にこれガチだよ。これガチの感覚だから。これこれで完成じゃないからね。で、こうじゃあっていう感じでこう真ん中にまとまる感じで、どっか行きますよ。こんな感じでね、顔見えてないんでね。こんな感じで、セットします。あんまりこう、バッとつけてもらわないか、僕は。こう、ワックスで。上げます、僕は前髪を。前髪長くなってくると、視野が狭くなるんですよ。理由わかると思いますよ、皆さん。なんで、こうね、ワックスを押し付けて、上げて、でも、あとは、微調整をして、完成っていう感じですかね。後ろね、後ろはもう適当にピャーってやって、ピャーってやって、適当にこうやって、で、でまあ普通にこういう感じで、ワックス使いやすいね、ギャッツビーは。やっぱもうプロ級のこの僕でもね、すいません調子乗っちゃいました。まあ初心者の方でも普通に使えるワックス、これはマジで。まあ今回は講座じゃなくて普通のセットなんだけどね。はい、あれあんまりなんですよ。僕本当にセットするときってあんま盛らないんですよ。マジわかんないよね。ここセットされてないよね。うん。けれどもこういう感じ、本当ナチュラルなんですよ、セットは。はい、こんな感じだと思います。ここちょっとピッてってるけど、ここちょっとピッてる。で、まあ普通にこうバッて持ってきてガッてやるだけなんで、僕本当はこんな感じ。後ろあんまり分かんないからもうピャーって言って終わり。で次はケープをやっていきましょう。VO5 ね、 VO5。 さあケープを取ってみると思います。ほい、取ってきました。ケープちょっと作ります。
で、最後にこうテープで微調整できたら、テープで微調整できたら、はい、テープでとりあえず微調整ができました。あんま変わんないよね。はい、でテープで微調整終わったら、あーって最後かけまくって終わり、終わりました。で、まあこんな感じ、あんまり持ってない感じ、わかんないからね。で、まあこんな感じ。うん、これですね、僕の最強の解説。